はい、動きがあったテーマ、セクター、個別の材料でドイづいた銘柄を小型株新興市場を中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。えー、っとデイリーマーケット情報でちょっとお話しした通りですね、インバウンドが今日弱いということで、その辺をちょっとバーッと見ていこうかなと思います。で、姿勢度弱かったですねというところから始めます。まあ、化粧品ですよね。 なんせね、えー。170、私生徒174円安7210円2.36%下落。まあ、百貨店も弱いんですけど、えっ、ー、と、まずここから、えー、厚でしょ。700円安16,920円3.97%下落、えー。ポーラ・オルベス60円安3090円1.9%下落。随分下がっていきましたね、この辺も。えっ、ー、と、とか、ノエビア40円安5 3 4 0円0.74%下落。 ファンケルか3円安、ファンキャルいいですね。3円安2957円0.1%下落ということで、昨日ティファニーの10月の決算発表があって、80月期、でそこで中国人の、えー、と売上高が随分下がった、落ちたということで、でその辺を嫌気した動きのようですね。まあ当然 この貿易摩擦の影響を受けて中国の消費,消費活動が減速したということであれば日本のインバウンド関連でも当然影響大きいよねということだと思いますので、えー、その辺が売りとそんな形でありますではあとあ、まあ、一応なんか周辺見ておきますか花王74円8377円0.88%下落うん ティファニーがそうだっつうんなら、どうでしょうね。4度 C。あんまり動かないからな、4度 C は。あ,あんま関係な,いなかったです。やっぱりね。18円だからね。5 4 7円0.7%上昇と。そんなことでありました。ええー、と、あと、いろいろ材料見ていきましょうか。えーと、M3。 14円高616円2.33%上昇。あ、違う、これ何回立つむら、えー。71円高1850円4%上昇。子、えー、会社の多摩バイオ社が申請していた新膜シート、ペリビームの国内製造,製造販売商認を取得したということの発表がありました。 水尾証券のレポートで、その近年国内外の審査はすごく厳しくなっていると。で、目標に比べて承認取得がこうすごく遅れるようなケースが多いんですけど、最短目標に近い時期で承認となったっていうのはこれ良かったねっていう、そんな評価だそうです。このペリビームっていうのは、心臓の外科手術の時に切開する心膜を補うものだそうで、生体適合性が高いと。ねなえー、で、えー、既存製品よりも リスクが低く抑えられるということだそうであります。M3、はい。続いてチェンジ。ストップ高まできまして、ちょっと下がりましたが、710円だから7340円、10.7%上昇、えー。ふるさとチョイスというですねふるさと納税サイト。 を運営するトラストバンクの株式を取得して子会社化するということを発表しています。取得額が48億1000万円、60.11%の株式を取得ということですね。完全子会社化ではないけれども、過半数を取るとで。地方創生分野での事業展開を広げていきたいということだそうです。M&A 資金は銀行借り入れということで。 続いて結構こちらは次はあの皆さんからの評判の高いカチタスですねアナリストも結構好きな方多いですねえー、SMBC で新たに株価値開始したそうです211円高3155円7.17%上昇新規に都市販売1位目標株価4500円としています、えー、中古戸建ての再販事業で販売件数がトップということで同業他社に対して価格優位性が際立っているということだそうです でサムコの話をデイリーマーケット情報の方で見ましたがお、対する大阪チタニウムの方が、えー、今日はマイナスですね。40円安2102円。1.87%下落です。 将来的に厳しい販売環境が続くということで設備投資負担が大きくなるんだったらもう撤退しようということです寒湖から解約金収入が入ってくるんですけどただその分減損も計上しなきゃいけないということで今期の最終損益8億円の黒字予想だったんですが10億円の赤字に下方修正するということになります ということで今日、まあ、売られてでもだいぶ戻のしてきましたけどねということですテクノプロホールディングス450円高5540円8.8%上昇自社株買いを実施発表しております、えー、発行済み株式数の1.38%だったら50万株25億円を取得条件ということだそうです公営テクモも昨日自社株買い発表してましたね55円高1820円3.12%上昇 あと今、話題のところはこちらですね。野村工芸者。私が明日,をこれ明日はこれを買いの推奨でよく出す銘柄ですが、えー、野村工芸者213円高30、3070円、7.5%上昇。万博関連ということですね。まあ、オリンピック関連でもあるんですけど、えー、三菱 f j モルガンスタンレショー証券で、投資判断、新規に買われ、誓開しで投資判断倍。目標株価3510円としております。 オリンピックとかもうオリンピック直前の2020年2月期39.6%増益を見込んでるということだそうであとそれに、まあ、ワールドカップラグビーワールドカップはあんま関係ないかもしれないですけどねその5年後に万博もあるってことであればまたさらに期待は高まりますよね。 あとですねグローバルリンクあ違うグ,あグローバルリンクマネジメント35円中1280円2.8%上昇 SBI マネプラザと連携して国内外富裕層向け新サービスを開始するとアーティスアーティシモアルテッシモかなプレミアムインベストメント富裕層に対して一般公開前の開発物件情報を優先的に提供するという話ですね 3D マトリックス今日ストップ高ですかね80円高500円19%上昇、えー、日経産業新聞で欧州で承認申請していた止血剤の新たな用途について承認を得られる見込みとなったとっいう報道があったそうですアンドファクトリー 135円のが5000円2.77%上昇。東京電力グループのテ,コテ,テプコカスタマーズあー、テプコカスタマーサービスとタブレット端末サービス事業で業務提供するという発表ありました。続いて、えー、サ倍を今日も急騰、今日も上昇、大幅増し、大幅上昇、大幅反発。 1>, 円上昇1万円いっちゃうんでしょうねこれがね神経細胞再生薬 SB623 について、えー、慢性期脳梗塞、えー、プログラムフェーズ 12A 試験の2年間の追跡結果が、えー、アメリカの脳神経外科学会が発行するジャーナル・オブ・ニューロ・サージェリーという雑誌に掲載されたんだそうですです え DDS、ー。<laughs> 10円。あ、安い。396円。2.5%下落。えー、た、ちょっと、まあ、いっぱいになっちゃったんですかね。サムスン、この、この前、この前じゃないか。えっ、ー、と、おとというか、多様素認証基盤 EVMA っていうやつが、韓国交会社を通じて、韓国サムスングループの系列会社に採用されたとかっていう話で、ちょっとドイツクバーもあったんですが、もう寝起きしてしまいましたね。 アイロムグループ、えー、38円だから2218円1.7%上昇これもちょっと戻してしまいましたが骨髄多発性骨髄腫を対象とした抗体医薬シードの開発販売のライセンス権を取得しただそうです今日なんか随分下がってるなと思った魅力情報サービス378円安2373円13.7%下落 あ,ーあの、CB の発行があるんですね。110円、ユーロ建てでしたかね。110億円発行ということで、希薄化、希薄化懸念ということで売られております。あとなんかありましたかね。こんなもんでしょうかね。あ、オリエンタルランド、どういう評価になったでしょうかあ。あんまり反応ないんですね。70円だから11,065円。0.64%上昇。 えー、新しいホテルをね作るという発表が昨日ありました「トイ・ストーリーをこう」をテ,テーマにしたホテルでしたかね。 あとは昨日これも昨日お伝えしました f f r i n t t コムとセキュリティ人材育成会社を設立しました設立しますと発表した FFRI ですが110円高3950円2.86%上昇あんまりですかねとプロパティデータバンク307円高2426円14.5%上昇新規事業としてデータサイエンスサービスを開始しましたです ークシャー見てみますか。あ、70円安になったんです結局ね。8990.77%下落です、えー。事業目的に投資事業を追加しただそうですよ。はい、うーん。 あと人材関連が引き続きいいっていうことで、リンクモチベーションですとか、93の中円なが1067円9.55%上昇。アウトソーシング、127の中円なが1316円10.33%上昇。こんな感じですかね。 あと今日ゲームはやっぱりその任天堂がね、ま年末調整向けて任天堂非常にスイッチの売れ行きがいいみたいな話で、えー、任天堂1360円だから34860円4%上昇ということなんですが、ゲーム株ちょこちょこ買われてるところが出てきております。ネクソン122円だから1347円 10%, 10上昇ですね。あとは今年のテーマ株をあの、もう一度買いに来るような感じですかね。 そんな動きに年末に向けてなってるのかなとか思ったりしてますが GMOPG とか GMO ペイメントゲートは490円高い6890円7.66%上昇ですとかうんと量子コンピューター関連 FIXTARS35 円高1362円2.6%上昇と、えー、そんな動きでありましたというですね感じでありまして、えー 小型のいいところを見ていきたいなと思います。ここはやっぱりね、いいんですよね。理想教育。これが修正後の高値ですかね。はい。っていうことなんですけど。10年中382円、3.2%上昇。うん。なので、やっぱり、もうストレートでこの辺、ブレイパッド。310円中8200円、3.9%上昇。高値更新ですね。 えっと、大阪王将、ホットランド。ちゃう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 。これは違う。えっ、ー、と、銀だこ。<laughs> 銀だこ。ホットランド27円千四1481円。1.86%上昇。この辺とかがいいかなと思ってます。と日清オイリオとかでれ高値とってマイナスになっちゃいましたけど、やっぱりその油を今直接食べる、かける、食べるものに、食材に。あのー、 オリーブオイルとかもかけてで、そのまま食べると。そのなんか調理のために使うんじゃなくて、新しい使い方みたいなこと。その辺を見直されてるとか、注目されてる。今までのサラダ油は、ちょっとこうね、世界的な健康志向の流れに反するけれども、ごま油とかね、その散々角屋やりましたけど、この動画の中でも。 とかオリーブオイルとかそんなところがに注目が今集まってるってそんなことなのかもしれませんあとシステムインテグレーションとかインターネットイニシアチブとかその辺また高値更新ですね、えー、JTEC がまた高いあとジェネパロードスターキャピタルこの局面でロードスターキャピタルとか高値取るんですか あ、修正後の高さですね。RPA、今日は AI 関連結構しっかりしてますね。RPA ホールディングス65円中3655円1.8%上昇と、えー。そんな感じでした。あとアルベルとか。ですね。1110円中16680円7.13%上昇というところでした、はい。以上、アトラクティブストックスのコーナーでした。